焼きマシュマロを食べてみた動画にてカルディで売っているロッキーマウンテンがいいよってコメントをいただいたので、早速大宮へ買いに来た彦本。店内くまなく探すもなく、店員さんに聞いたら取り扱い中止とのこと。こうなったらネット注文かと思ったら普通にアマゾンで取り扱ってました。ここまで来た俺って一体。はい、どうも。というわけでね、買いました。アマゾンでマシュマロはね、安いんでね、合わせ買い品対象です。なのでこのテーブルと買いました。あ、ちょうどよかったです。で、ロッキーマウンテンのマシュマロいきますよ。これが大宮まで行ってなかったロッキーマウンテンのマシュマロです。もうね、袋越しから甘い匂いが漂ってきてます。なんか悪くない匂いですね。決してね、嫌いなものを食べてまずいって言いたいわけじゃなくて、一応ね、焼きマシュマロっていうのをね、やってみたかったんですよね。これ食べないで死んだら成仏できないかもしれないですからね。いやー、焼きマシュマロを食べたかったなーっつってね。なあね、美味しかろうと美味しくなかろうと食べてみたいと思いました。おそらくね、多分やってみたいなと思ってる人はいると思うんですよね。そんな中の一人が私です。ちなみにパッケージはこんな感じです。ロッキーマウンテンマシュマローズ、とてもアメリカンな感じです。アトゥルアメリカントラディション、伝統的なお菓子みたいですね。焼いてますね。あと挟んでます。あとなんか鍋で煮込んでます。メイドインザ USA、 300g。 ここには日本語もあります。非常に楽しみですね。というわけで再びガスバーナーをセッティングしていきます。本当は焚き火がいいんですけどね。そういえばこの間ね、ニコ生でガスボンベが爆発した人がいて、ガスボンベって結構怖いんだなと思いましたね。というのもね、こういうのはちゃんと上下が決まってるんですけど、なんか上下が決まってないのもあるらしいんですよね。これ逆さにするとマジやばいんです。液体がそのまま出ちゃうらしいです。で、その液体に火がつくともうボーってなっちゃいます。火炎放射ですね。この上下が本当大事っていうのが分かりました。普通はね、ちゃんと切り口が上じゃないとね、はまらないようになってるんですけどね、まあ、そうならないのもあるみたいですよ。これ安いのは気をつけた方がいいです。その点岩谷のガスバーナーなら大丈夫、安心の岩谷です。ウィーン、ゲッシュ。では行きます。この間ね、一般的に刺す方向間違えてたみたいです。横から刺してたんですけど、縦に刺すみたいです。まあ微妙な差ですけどね。あとね、ほんと焼くのは炙るって感じですね。焼くっていうよりも炙る、炙って、あと色がちょっとついたらもう OK みたいです。全面に焼きを入れようと思ったらダメです。軽くきつね色になったらもう OK って感じです。その辺の見極めが重要です。もうマシュマロ職人になろうかなって感じですね。いや、ならないならない。マシュマロ職人みたいな感じで気分でやる方がいいと思います。私のイメージしてたね、子供がこう木にマシュマロを刺して無造作にこう焼いてるってイメージがあったんですけど、無造作じゃダメです。焼けちゃいます。気合い入れてやんないとダメです。ちくしょう、蚊に刺された。では開封します。おお、アブアブアブさんですね。で、マシュマロはこんな感じ。結構でかいっす。じゃあ普通に食べてみます。あれ、これ結構悪くないぞ。なんか周りにね、粉みたいなのかかっててね、美味しいです。面白いですね。なんか乾燥してるのになんか生菓子を食べてるような気分です。こんななんだ。すでにね、外側がサクサクしてるんで、これで焼いたら外カリ中トロトロ、これいけるんじゃないかなと思いますね。グッドです。蚊に刺された。これね、蚊が多いんですよね。いただきますか。緊張の一瞬です。縦に刺します。前はこっちから刺しちゃいました。
で炙る。この間のマシュマロとちょっと違いますね、やっぱり。お、焼けちゃった。ちょっと火が流れてるな。これぐらいならまだ OK ですよね。もっと火を弱くしたらどうなろう。うん、ちょっと今焼けちゃったかもしれないな。とりあえずこれで食べてみましょうか。これでももう焼きすぎなのかな。外カリカリになってます。この間と違うぞ。中がすごい溶けてます。なるほど、ほんと軽く炙るだけですね。もう一回やってみます。こうやって常に回してるのがいいのかもしれないです。あー、止めちゃダメなのかもしれない。あー、そんな気がする。ちょっとこんがりきつね色になってるような気がします。あー、なってます、なってます。これぐらいでいいのかな、もしかして。ではいただいてみます。かなり控えめな焼き加減です。これぐらいでいいのかもしれない。ほどほどに熱いです。なるほど、焼きすぎは良くないですね。あれで焼きすぎなんですよ。さっきの時点でもう焼きすぎ、ちょこっと焦げ目がつくぐらい。これもと外カリカリ中トロトロで味の癖もなかったです。これぐらいか。なるほどね。というかこの間買ったマシュマロよりもすでに外がなんかカリカリになるようなコーティングがされてるんですよね。その点が違います。ちょっともう一回やってみます。まあ味はね特別美味しいってもんじゃないですけどね、この焼くっていうワンクッション入れるのいいっすね。これ面白いです。しかもね焼くの難しいですからね。これお子さん楽しいでしょうね。でこのロッキーマウンテンね、外がサクサクしてるんですよ。なんだろうな、これ砂糖なのかな。ほら、たまに火がボーって出るんですね。これで焼けちゃうんですね。これをガスバーナーでやる場合は気をつけた方がいいです。辛抱です。なかなか焦げ目つきませんが、一気に近づけると燃えちゃいます。バーニングです。炎上です。これなかなか燃えないな。燃えないな、なかなか焦げないな。あ、焦げてきました。あ、もう焼けちゃった。もうこれ失敗です。マシュマロは非常に難しい。これでもう失敗。この焦げの部分に、ね、癖あるんですよね、うん、焦げるとなんか体に悪そうな匂いがします。もう一回やってみましょうか。もう一回やってみましょう。もう焦げ目つかなくてもいいのかもしれないですね。ちょっと炙れば。さっきの2個目の成功だったな。うん、おそらくこれぐらいでいいんだと思います。もうね、マシュマロ初心者はこれぐらいで大丈夫ですね。マシュマロ初心者は無茶をしない、これぐらいで OK です。これぐらいで OK です。とりあえずね、初めて焼きマシュマロをやる人はロッキーマウンテンのがいいです。これ甘いんでね、ブルガリアヨーグルトに入れたらどうだろうと思って、ちょっとブルガリアヨーグルトを持ってきました。これです。これに放り込んで食べる。
最高なんじゃないかな。いただきます。なんかまずくはないけど、なんか不思議な感じです。これ焼いてヨーグルトに入れたら美味しいかもしれない。ちょっと焼いてみましょう。やっぱり焼くんかいっていうね。ザク、これぐらいの焼き加減がいいんですよね。おお、焼けちゃった。いい。ああ、これダメだ、失敗だ。ちょっと火強すぎましたね。非常に難しい。ちょっと集中力かけるとこうなっちゃいます。まあとりあえずこれヨーグルトの中突っ込めばなんとかなるんじゃないかな。いただいてみます。焼きマシュマロのヨーグルト和え。相変わらずうまいんだかまずいんだかっていう。とりあえずね、もうロッキーマウンテンのマシュマロ試せたんで満足です。ちょっとまだ諦めきれないのでオーブンで焼いてみます。どうだろう、なんかオーブンが一番いい感じに焼けました。まあただアルミにくっついちゃいますね。うん、難しいとこです。あ、オーブン開いてそこでマシュマロ焼くっていうのはどうですかね。ちょっとやってみましょう。熱いなこれ。もうちょっと長い棒の方が良かったですね。うん、一番いい感じに焼けました。これが正解ですかね。じゃあちょっと食べてみます。ちょっと熱そうですねこれ。じゃあいただきます。わっ、すごい。これ外パリパリ、中トロトロ、これですよ。これが理想の焼きマシュマロだ。ちょっと熱いので食べれないんですけどね。舌やけどしそうです。これですよこれ。うん、これだ。やっとたどり着きました。すごいですよこれ、トロトロ感。これだ。ほんとね、ガスバーナーは火が安定しないのでね、あれは無理ですね。火が移ったら丸焦げですね。丸焦げになった途端に変な味がします。その一歩手前、これだとすんごい美味しいです。これも美味しいんじゃないかな、くっついちゃってるけど。これ一番簡単です、置いておけばいいんで。じゃあいただきます。これも外パリパリです。うん、甘いけどこれです。よかった。あのままだとね、ちょっとなんか後悔していたんで、これでやっとたどり着いた感じです。ほんと外パリパリ、中トロトロ、ゆるキャンのそのままでした。まあ味の好みはありますけどね、かなり甘いんで。これはダメだったら電子レンジでやろうかと思ったんですけど、もうオーブンで決まりです。外カリカリで美味しいです。焼きマシュマロはオーブンで決まり。